はい、よろしくお願いします。変な画面から始まってますが、今回は高校受験対策の詩詞シリーズ第30弾をお送りします。で、なんでこの画面からかというと、ぜひですね、今から問題また提示してやってもらうんですけど、ストップウォッチをちょっと用意してほしいんです、今回は。いつまでやってる方はもちろん構わないんですけど、そのままで。今回の今12問今からやってもらうんですが、過去問を使ったんですけど、ちょっと簡単なやつを選んできました。で、もちろん分かんないのも出てくるかと思うんですが、今回のテーマとしては、確実に早く解く。もちろん、まあ、全問正解しなくても構わないんで、確実に早く解くっていうところをテーマでやってほしいんで、できればちょっとストップウォッチを使ってね、やってみてください。では問題ね、行きましょう。じゃあ今回これですね。今回この12問となってますので、一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、不安だったり、わかんない問題があれば、今からね、自分が全部説明やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。ちょっと下げますね。よいしょ。ほ。あ、いいね。じゃあ、問題の方はね、ツイッターとか自分のホームページの方にも貼っておきますので、よかったらそっちも使ってみてください。よし。じゃあ、行きましょう。で、今、参考記録で自分は2分48秒でした。ちょっと本当にミスしたくなかったんで、結構やり直しというか確認しましたけど。で、まず1番からいきます。まあ、ここはね、計算なので、マイナス7とプラス11、まあ、計算してもらって、これは答えが4で。まあ、いいかなと。まあ、ミスしないように気をつけてね。では、2番あたりからも簡単なんですが、まあ、若干、受験の緊張感の時だと危ないかもっていう感じ。まあ、自分が分数の計算ミスが多いからっていうのもあるんですけど、まあ、一応1分の9っていう風に考えて、9と15が約分できますと。3でね。そうすると5と3になりますと。で、答えがマイナス、分母が5の分子が12。つまりマイナス5分の12ですと。で、次も計算です。で、今回これをね、まあ、ある都道府県の使わせてもらったんですけど、珍しいなと思ったのが、この計算って大体こうマイナスが来るんだけどね。久しぶりにプラスを見た気がする。プラス。まあ、まずマイナス4をこことここに分配法則で配ります。つまりマイナス12、配ってプラス 8x。で、マイナスを配るときになんか符号ミスとかを誘うのかなと思ったんだけど、プラスなんでそのまんま、マイナス 6x とプラス9が出てくる。まあ、プラス1を配ってもさ、同じだからさ、結局ね。で、x 同士計算して、2x で、残りを計算して、マイナス3。で、これで終了。間違っても、x がくっついてるのとくっついてないのを計算して、マイナス x とかにしないようにね。で、ルートです。で、45、ルート45ね。45は 9×5 です。クオッシュ15。9が3の2乗なんで、ルート45は直すと、3ルート5になります。で、それとマイナスルート5。こうなるので、答えをね、書くとこがありませんでした。っていうことで、ルートの計算は外の数字を計算するから、ちょっとこれ書き直していい？ごめん。3ルート5。ルートの中身が揃ったんで、3-1ね。これ1隠れてるから。すると、2。で、ルートの中身は変わらないので、足し算引きなんだけどね。だから2ルート5になります。で、次が一次方程式ですね。こう、まあ、3年生になって二次方程式をガンガンやっていくじゃん。因数分解とか使って。そういうのずっとやってきて、いきなり一次方程式出されると、たまにね、あれみたいな。ペンが止まる子も出てくるんですけど、これ普通に X、文字がくっついてるのを左辺に集めると。文字がくっついてないのを右辺に持っていくだけだからね。だから、マイナス X をこっちに持ってくると、プラス X。2X とくっつけると 3X だよね。で、マイナス15を右に持っていくと、プラス15だから15。じゃ、こっち書くよ。両辺3で割れば、x イコール5となって、これで OK。で、次が、これを因数分解しなさいってやつ。で、因数分解しなさいなので、まあ、かけてマイナス28、足してプラス3の数字のコンビないかなって探します。因数分解だったらね。つまり、こういうやつです。カッコ2個のやつ。x と x を書くと。で、28っていうのは、まあ、1×28 とか、2×14 とかあるんですけど、まあ、近い数字、2つのコンビが、の方がよく出てくるので、これま、7×4 ですよね。28。
で、7×4 で、プラス3に持ってこなきゃいけないから、プラス7とマイナス4にすれば、かけてマイナス28。足してプラス3になるから、あとはそれを書き込む。プラス7とマイナス4。これが答えです。で、もちろんこのカッコ、これ逆でもいいからね。x マイナス4が先で、x プラス7が後ろでももちろん OK です。で、今回のこの問題でね、まあ、地味でちょっといいなと思ったのが、次がま、二次方程式を解くんですけど、7番が。これ、二次方程式解く方が結構多く見るんですよ。受験解くとかもね。だから、何が違うかって、この問題を使って二次方程式だったら、これ二次方程式ね。すごい似てるけど、方程式っていうのはイコールがもともと入ってる状態なんで、これが二次方程式なの。で、二次方程式を解けって言われたら、まあ、同じようにね、こうやって因数分解しますと。で、この後に、x イコールマイナス7と4って書いて、これが答えになる。でも今、因数分解しなさいだから、ここで終了なの。でも、二次方程式でずっとやってきてるから、もうこの流れでこっちまで書いちゃうことが出てくるんだよね、結構。だから、この問題で答えをこれを書いちゃうっていう。これ、×くらいだからね、もちろん。いいかな？そのね、まあ、細かいとこなんですけど、その細かいところをさ、受験本番で落としちゃうのはすごくもったいないので、いいね。方程式とただの因数分解しなさいって別問題なので、そこは気をつけてください。で、さっき言った二次方程式。もともとイコールゼロ入ってるからね、方程式になってると。で、同じようにやるんだったら、こいつも因数分解して、カッコカッコにできたら楽なんですよ。さっきみたいに解けると。でも、できないんです、これ。で、中学校の時には、もう最初からここのね、x 2乗に1以外がくっついてたら、ほぼ解の公式です、もう。まあ、すごいね、進学塾とかに通ってると、たすきがけとか習うんでね、それ使えることもあるんですけど、まあ、解の公式だと思ってください。だから、いくよ。x イコール、書いとく？ 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac。もう呪文だよね。もうずっと言うからね、これね。で、A が2、B が3、C がマイナス4で使っていくから、2A 分の 2×2 なんで、4分のマイナス B なんで、3にマイナスつけるから、マイナス3。プラスマイナス、B の2乗、3の2乗で9。マイナス 4AC は、マイナス 4×2 かけるマイナス4ね。だからこれ、プラス、32か。とこうなります。で、ルートの中身、ちゃんとね、計算してあげて、よいしょ。4分のマイナス3、プラスマイナス、ルート41。で、ルートね、計算で入ってきたら必ず、ルートの中身、なんとかルートなんとかに直せないかなっていうチェックが必要。でも、ルート41は直すことができないので、これで答えで OK となります。いいかな。で、8番です。まあ、8番ちょっと苦手な子は苦手ですよね、この文章系ね。省略で書いちゃったんですが、元々のやつは、1個 A グラムです。1個 A グラムの重りを3個した時の重さが100グラム以下。これを数量の関係を不等式で表しなさいと。で、比べてるのは数量の関係、比べてるから、A を3個っていうものと 100g っていうのを比べてるんですよ。で、A を3個って当然 3A じゃないですか。A 3個分だからね。で、これと100を比べてるの。あとは、この以下って部分をちゃんとそこに入れてあげれば OK だと。で、まず、以下とか以上が出てきた時って、このね、A を3個と 100g、どっちが大きいのっていうのを日本語で読み解いてください。いい。数学どうのほうのじゃなくて、どっちが大きいのがまず大事なの。で、もう一回言うと、1個 A グラムの重りを3個した時のが100グラム以下。ってことは、こっちのが少ないよね。100のが大きくなる。100グラム以下だから。ってことは、まずは、こっちが大きいから、この口が開く方は決定すると。で、あと大事なのは、以下と以上。このいの漢字が入っている時は、イコールが入るので、これで答えになります。ちゃんと書き直そうか。こうね。これが答え。
このどっちが大きいのっていう比べる時の言葉は、以下、以上、そして大きい、小さい、未満です。この5種類が出てくる。以上、以下、大きい、小さい、未満。で、いの漢字が入ってるこの2つの時だけイコールが入ります。大きい、小さい、未満はイコールが入らない。だから、ただ、どっちが大きいのだけ当てればいいので、いいかな、こんな感じでやってみてください。で、次9番ですね。ここ書ききれなかったんでね、これしか書いてないんですけど、y イコール 2x-3 に平行なものを、あからかから、あからか、あいうえをかから探しなさいと。で、これは一次方程式です。嘘。一次関数です。で、一次関数っていうのは、ちょっと復習ね。y イコール ax プラス b。一次関数といったらこれってもう覚えておいてください。y イコール ax プラス b。で、A には名前がちっちゃくなっちゃった。ごめん。傾きと、まあ、変化の割合っていう二つの名前があります。A ね。で、B は切片っていう名前があるんですけど、平行っていうのは傾きが同じって意味なんです。なぜかっていうと、傾きってのはこの傾きね、直線だ。どのぐらい傾いてんのって話だから、平行ってさ、こういう状態じゃん。これは傾きによって決まってるわけだから、傾きが一緒だったら平行なわけ、必ずこうだって。つまり、今の選択肢の中から傾きだからこっち。これが同じものを探してくださいと。いいね。でも、2を使ってるのが全部当たりかというか、そうじゃなくって、例えば、いみたいに、y イコール 2x2 乗だよね。これ二次関数だから、これカーブしてるからね。もう平行もクソもないから、これに関しては。だから2を使ってるけど、もちろんこれは×だと。で、あとは大丈夫か。まあ、2のとこ探せばいいので、答えとしては、どこだ ?えとかか。これが答えになります。いいかな。一次関数と、平行って言われたら傾きが同じというところにつなげてください。あと3問ですね。で、次が、まあ、連立方程式解きなさいのが一般的にすごく多いですけど、変わってるなと思って今回ね、3使わせてもらいました。答えが書いてあるんです。連立。x が2で y が1ですね。で、あいうの、まあ、3つね、連立方程式があるから、答えとしてなってるものを1個選びなさいっていう問題。で、もちろん、悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、今、あとうだけ書いてんだけどね。あいうを全部一個ずつ解いて、21になるものを探すっていうのはもちろん OK です。やり方としてはできるから。できるけど、それめっちゃ時間かかるからね。だからそれやめてください。そう。それをできればやめてほしい。じゃあどうやるかっていうと、いつも自分がね、連立方程式出てきた時に、連立方程式は、その答えが合ってるかどうか、受験本番で確認ができると。だからラッキー問題なんだよって話をよくするんですけど、答えが書いてあるじゃん。それ、合ってるかどうかって、もう代入しちゃえばいいの、二つの式に。例えば、ここね、x に2、y に1を入れると、こうなるでしょ。で、これが、左辺と右辺が今、3イコール3で一致してるじゃん。オッケーオッケーと。で、絶対やんなきゃいけないのは両方やる。下も x に入れて、y に1入れると 4×1 だから4。9。2足す4は6だから、6イコール9でなってないんだよね。これが、両方とも式が満たしてれば、絶対に答えなの、それは。いい。このね、片方だけ当てるっていうね、いやらしいのもよく出てくるんですけど。で、今ちょっと入んなかったんでごめん、書いてないんだけどさ。今チェックすると外れます。で、うをチェックすると、3×2 で6、引く1、イコール5。これ、なってるね。で、下も、マイナス2、プラス4、イコール2で、なってるんだよね。だから、これ、うが正解なの。いいかな？連立方程式の答えが合ってるかどうかの確認は、こうやって代入してみる。両方の式にね。で、成り立てば OK っていう流れになります。で、この方が絶対に早いので、もちろん、さっきも言ったように、3つ解いてみましたも悪くないの。いいんだけど、受験本番、時間がすごく大事になるので、できるところは、カットできるところはね、カットしていきましょう。で、このね、うっていうことは下に書くべきだった。待って。右も入んないからね。
ぐと。で、次も、方程式って書いてあるんですけどね。これ、イコールが2個あるタイプです。で、これは、連立方程式です。そう。で、どうやるかっていうと、まあ、ここを A、ここを B、ここを C、まあ、イコールで区切ってね。ここを A で、ここを B で、ここを C って考えたときに、好きな2つのペアをイコールで繋げてください。例えば、A と C を繋げて、3x-4y イコール17。これ A と C のコンビね。で、B と C のコンビをつなげて、こうなる。で、これで作った2つの式で連立解けばいいよっていう。これが解き方だね。もちろん A と B つなげてもいいんですけど、ちょっとめんどくさいなと思って個人的に今回これでやります。え、まあこれもね、数でやくなるからちょっとめんどくさいんですけど、まあ下4倍しましょうか。4倍して、これ上と下、ひっくり返した方が楽だったね。まあ、いいか。下4倍すると、いくつだ ?68 か。で、引きますと、-17x イコール -51。下が、下に答えが来たいね。ちょっとこっち行っていい -17 で割ると、x イコール3になります。ごめんね。で、3出てきたんで、まあ、もともと自分で作った式のどっちかの x に3を入れる。こっち入れようか。入れると、5、3、15ね。15右に持っていくと、-15だから、-y イコール2になる。つまり、y イコール -2 になるから、x と y は、3と -2 ですね。これが答えになります。入ってるね。OK、OK。で、まあ、この答えが合ってるかどうかの確認は、消してしまった。最初にさ、与えられてる、この式あるじゃないですか。ここに3とマイナス2を入れるんです。ここにも入れます。そうすると、3とマイナス2入れると、ここも17になるし、ここも17になるし、ここも17になってる。3つ全部同じになってれば必ず当たりです。その答えはね。っていう感じ。で、ラストは円柱の側面積の求め方。で、一応書いておきました。底面の半径が3、高さが5なんで、こういう状態ね。で、もちろんね、頭の中で、できる方はそれで構わないんですけど、まあ、やるときに展開図を書くと楽になります。で、円柱の展開図っていうのは、まず真ん中というか、長方形を書いておく。で、これが横のくるっと回る、この部分になる。丸めるとね。で、上に蓋の円を描いて、下に底になる円を描くて、これが円柱の、展開図になります。で、今側面積を出せって言われてるから、側面積って横のここね。この部分。じゃあどこかっていうと、組み立てたらこの部分ですよね。今この面積を出しなさいって言われてます。で、さっきも言ったように長方形なんで、結局縦かける横なんですよ。長方形だから。で、縦はこの図から分かるように、まあ5になってる。じゃあ、あとは横なんだよね。ここが欲しいと。で、横はどう出すかっていうと、組み立てた時に、この横っていうのは、ここと一致します。なぜならくっつくから、くるんって巻いた時に。つまり長さ同じなんだよね。で、今ここ半径が3って出てるから、半径3の円周の長さになる。円周っていうのは直径かける π です。で、直径今2倍だから6だよね。つまり 6π なの。この円周は。円周が 6π だから、ここも 6π なの。同じ長さ、同じ長さだからね。ってことは、あとは縦かける横なんで、5×6π をして、30π と。これが答えになります。いいかな。はい、という感じでね。まあ、今回ね、数学が得意な方とかはちょっと物足りなく感じたかもしれないんですが、今回はこの12問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。